こうか。本当はでも最近の学校ってこういう日休みにしちゃうよね、うん、強引に、うん、いいよな7連休とか。7連休とかしたら絶対会社とか行きたくなくなるけどな、うんうん、さあ鬼が出るかジャが出るか。いきなり朝礼とか。どうせ前の飛び降りのことでしょ。言われなくても自殺なんてしないっての。変な予告状もあったし、先生もテンパってんじゃない。朝練中止でラッキーだよね。長い話だったら朝練全校朝礼を行います。ベヘリット、先日痛ましい事件が起きたのは皆さんもご存知の通りです。幸い一命は取り留めたと聞いていますが、回復にはまだ時間がかかるとのことです。君たち未来ある若者に今一度考えてほしいのは命の尊さ。来たか。鴨志田先生、どうぞ。私は生まれ変わったんです。だから皆さんに全てを告白しようと思います。え、鴨志田先生どうしたの。何あれ。告白。マレー部なんかしたのか。私は教師としてあるまじきことを繰り返してまいりました。生徒への暴言、部員への体罰、そして女子生徒への性的な嫌がらせ。鈴井志保さんが飛び降りたのは私が原因です。性的な自分で言う。気持ち悪い。最低。バレー部マジ。体罰っていうか。私はこの学校を自分の城のように思っていた。気に入らないというだけの理由で退学を言い渡した生徒もいます。もちろんそれは撤回します。何の罪もない青少年をひどい目に遭わせて本当にすまなかった。私は傲慢で浅はかで恥ずべき人間、いや人間以下だ。死んでお詫びします。何言ってんのかもしれない。死ぬとか。先生はその病気なんです。鴨志田先生とりあえず降りて。解散解散。私は逃げるな。志保だって死にたいほどの事件の続きをちゃんと生きてる。あんただけ逃げないで。その通りだ、全くその通りだ。私はきちんと裁かれ罪を償うべきだ。私は高牧さんにもひどいことをしました。鈴井さんにポジションを与えることを条件に高牧さんに関係までも迫りました。キモすぎ。ポジション出しとかひどいな。かわいそすぎ。噂デマだったな。今日限りで教師の職を辞して自首いたします。どなたか警察を呼んでくれ。警察マジで捕まうの。すげえ。朝礼は終了します。解散解散して。これ予告通りじゃね。回答ってマジだったってこと。この品が何かされたのか。いや心を盗むとかないだろ。でも死んで詫びますとか自首しますとか急に言う。バレそうになったんじゃない。自首のが罪軽いんじゃないっけ。何があったんだろうな。わかんねえけど鴨志田ってクズだったんだな。これマジなやつなの。いきなり自首とか意味わかんない。誰かどうなんの。マスコミとか来ちゃうんじゃない。大騒ぎになる。教室に戻りなさい。本当に
心が変わっちゃったんだね。落城みたいだな。でもこれで良かったのか。法律的にどうこうって話か。まあ確かに。なんだ高牧さん、ごめん。え、俺たち知ってたのに見て見ぬふりしてた。高牧さん、私誤解してて変な噂広めちゃってごめん。私全然知らなくて、鴨志田に無理やり迫られてたんだね。辛かったね。謝りたいって思ってる子きっとたくさんいると思う。ごめんね。ううん、いいの。私だってそれに全部済んだ話だから。おい、そこ早く戻れ。じゃあ君にも本当に悪いことした。いつか埋め合わせするから。心が変わったのはどうも鴨志田だけじゃねえみてえだな。つかよかったじゃん、妙な噂もなくなりそうだし。いいよ、私のことは。鴨志田に志保のこと謝らせてやった。私それだけで。なら早く報告してやれよ。そうだね。よかった。ビビったわ。マジで改心だったな。すごいな、こうなるのか。運よく廃人化もなかったし、100点満点だぜ。パレスが消えても廃人化が起きないってことだろ。なるほど、シャドウが死んじまう前に説得して現実の本人の元に返してやればいいってことか。そういう感じなんだな。そうすれば廃人化は起きないっていうわけだ。つまりちゃんと自白だけ狙えるってことだな。うん、面白いじゃねえの。声でかいから。大丈夫だって。つうかどうだった見舞い。シオ、意識戻ったの。よかった。後味悪すぎんもんな。本当によかった。マジか。少しだけだけど話せた。鴨志田が自分のしたことを認めたよってシオに言えた。私にごめんね。だって私が志保のために鴨志田に媚びてたのバレちゃってたみたい。謝りたいの私の方なのに。悪いのは鴨志田だぜ。そうだね。志保のお母さんが回復したら転校させようと思うって。セクハラとか自殺未遂とかやっぱレッテルついて回るし、志保もそうしたいって言ったみたい。寂しくなんな。でも私もそれがいいと思った。ここにいたらきっと辛いし。いつだって会えんだろ、生きてりゃさ。私も変わんなきゃ。うん、にしてもお前鴨志田のシャドウよく我慢したな。私はただ鴨志田に直接謝らせたかったっていうか。安堵のは優しいんだよな。うん、クズ相手でも廃人化は寝覚めが悪いか。
いや、違うけど。改心させた方が復讐になるなって思ってる。なるほどね。あいつのしたこと考えれば、生きてる間永遠に頭下げ続けることになるじゃん。世の中死ぬより辛い罰もあるなって思っただけ。怖っ。まともかく一件落着だけどよ。そういや一つ気になってんだ、あの城のこと。あんな変な異世界がなんで鴨志田にだけあったんだ。別にあの鴨志田に限ったことじゃない。欲望で心に歪みが起きてるやつなら誰でも持ち得るものさ。誰でも。確かめてみるか。今はいい。しばらくはおとなしくしてねえと。鴨志田のことまた騒がれるだろうしな。まパレスでやったこと調べるなんて絶対不可能だろうけどよ。そのことだけど、あんたたちもう変な噂立てられてたよ。え、結託して鴨志田に暴力まがいの脅迫したって。だそれ。さすがに怪盗が実在するなんてそうそう信じないでしょ。予告状は鴨志田の悪事を知ってた誰かのいたずらってことになってるみたい。そりゃそうか。やった本人でも信じきれてねえし。ひとまず今後のことは事態が落ち着いてから相談だね。うい。とりあえずこのメダルいくらで売れるか確認しようぜ。こんなのとっとと売っ払っちまった方がいいだろ。お、出たって3万。金メダルの価値って3万かよ。わお。覚えてる？中学の時に貸したお金。え？いや、3万も借りてるわけねえだろ。利子か。利子がついてたらこんなもんじゃない。おい、多分2、300円ぐらいなんだろうな、借りたら。誰も全部もらうなんて言ってないでしょ。てか何年も返さない方が悪いし、借りたものは返すって常識だし。ですよね。くそ。グーの根も出ない。事態を見守ることには賛成だ。しかしな、我が輩を巻き込んでおいて作戦成功の祝杯をあげないなんてナンセンスだ。こんなきめえ金なんてパーッと使っちまうのもありだな。怪盗の相談は美食の席でと決まってる。どうだ。ちょっとそれ、まあいっか。だったら行きたいところがあるんだけど。お、どこだ。高級レストラン。志保と行きたいって前から言ってたとこ。あ、俺は借金あるし文句は言えねえ。お前もアンが決めた店でいいか。問題はない。我が輩もアン殿に任せる。じゃあ後で確認しとく。いつ行くよ。さっ、あ、ごめんなさい。琉球の最後にしない。ソーリー。いつ行くよ。早速明日にでも繰り出すか。次の日からの学校生活に備えて勢いつけるって意味で。ってことは5日の子供の日だな。で、換金は誰がやるの。任せとけ。何でも買い取る店を知ってる。そうだよな。リサイクルショップ。じゃあお願いね。あ、違う、ミリタリーショップか。売り行かないとね。帰ったか。あとバイトしないとな。いや、違うと思うぞ。要は偽物。ほう、なるほど。本物は現実にあるらしい。難しいな、それで言うと。そうだね、それはまずいね。そうだね。
500円。まあ確かに中学生の500円はね。イルカのぬいぐるみ、水族館行った時ははは、お母さんに、あー優しすぎるいい男そうだな、うん、なるほど、確かに総次郎さん、戦利品を売り払え。ガチャリ。金にしてあれかな、あの武器の資金とかにしちゃダメなのかなってずっと考えてたんだけど。ウィース。夜はでも遊び行けないんだよね。やっぱあれか、次の日になっちゃうのかな。総次郎さんと話できないし、まあ銭湯行くか。あ、普通にショートカットで行けばよかった。ウィース、金なくなってきた、マジでぐぬぬ。うん、隣のじいちゃん強そうだな。あ、そうか、月曜日か。うん、ふふん、ランクアップ、お、上がった、やっと2になった。よし、気になる存在、帰るとするか。やっと上がりましたね。いがったいがった。3、4、5、また休みだな。とりあえず売りに行くか。よーし。お、まあな、これはね。いえいえ。あら、いろいろとな。やっぱそうだったんだな。おい、まあな。たく、うん、オッケー。っていうか捕まったのはだいぶ前後の話だよね、おそらくね。仲間もみんないたっぽいし夜になっちゃったうん、そうだな。うん、だな。あれね、浅そうだな。Take your time、 あなたの時間を盗むかな。うん、違うか
さあ洗っとけよ。ウィース。いいからやれ、生意気言ってんじゃねえ。あら、ここで出てくるのか。取り込み中。なんでもねえよ。あら、先日地下鉄で起きた列車暴走事故は未だに原因が解明されておらず、多発している精神暴走の関与と合わせ警察は事件の究明を急いでいます。ああ、今話題になってるやつ。精神暴走、なんか無気力症のあれとね、当たらずとも遠からず、うん、これ気になりません？普通に暮らしていた人がある日急に乱心したり錯乱状態に、それも立て続けに。偶然かしら。それはいいとして、ご注文は？ブレンドください。どういう関係？アルバイトの人？余裕あるんですね、ここ。いや、そういうわけじゃ。あなた高校生？どこの学校？知り合いもそこに通ってるわ。知り合い？今大変よね。鴨志田って教師、人が変わったように自分の罪を告白したんですってね。この人はちょっと鋭すぎるな。エルかよ。それもある日突然。人間の心理状態ってそう簡単に変わるものかしら。堂島さんもそうだったけど、マジであの警察有能すぎでしょこの世界。コーヒーまだですか？はいよ。いい顔するぜ。宗次郎さんかっこいいわマジで、惚れるわあれは。行くとするか。ミリアでしょ、あ、やべ、セントラルか。ショトカ使えねえんだな。あ、こうやった。金メダル買って。ははなんか知ってんのかな。あ、増えた、嬉しい。メダルと引き換えお土産だ。中は見るなよ。祝い、なんだ、そうひさ、わかんない、これなんていうの、むなひさ、わかんない。後で調べた、この名前。なるほど、ブッツさばいてるってことか。垂れ込み。余裕だな。
お、話がわかる。またな。優しい。かっこいいじゃん。ダメだ。よし。まあ、そうなりますか。おい、ちょっ。もっと遠くに行ってみようぜ。別格の出来。7。ああ。確かし。チャンスだぞ。ああ。モデルガン入りの紙袋。へえ。面白そうだな。ワンちゃん。足く。くそー、首から下が見たい。うん。ああ、まあな。うん、そうだ。うん。お、了解っす。ミリアの兄ちゃんなんか知ってそうなんだよな。うん、うん、どんだけ金が減るか。寿司、肉か。俺さっき肉食ったな、そういえば。寿司、猫だしな。あ、にゃんにゃん。よーし、よし、やるか。さっさと寝る。あれは作れねえのかな、なんか。まあいいや。じゃあこの辺で切りますか。お疲れ様です。